これ変更じゃない？大谷。得点王争いしなきゃ意味ないんやろな。シーズン1ゴールなんて誰でもできるわけだし。1試合ノーヒット大谷未調のスーパーゴール。世間ブライトン？何それ？ホンダがいた AC ミランよりすごいの？だってプレミアの映像高いんだもん。顔マジでメッシみたいなゴールやった。ブライトンとかガチで日本人しか興味ないやろ。もう大谷レベルじゃないと満足できない体にされたからな。未調はバランスブレイカー。大谷は野球の概念そのものを変えた。ソン・フンミンのプスカ首相ゴールレベルじゃないとな。知名度ないし誰も興味ないからな。サッカーで知名度高い人気選手は本田圭佑が最後くらいちゃう。最後に笑ったわ。上原とか川上健進が未調のゴールはすごいと思いますね。矢印関口博士そうですね。セーリングすごいですね。あっぱれ。サッカーはリーグが分かれすぎてるのがつまらん原因や。野球だって NPB と MLB がなくてメキシカンリーグ、プエルトリコリーグ、ドミニカリーグに分かれてて選手が散ってたらクソつまらんはずや。サウジアラビアの参入でこの流れは最近加速してるしな。プレミアは高すぎて買えんのや。早い話未調がバロンドール取ったら日本でも人気爆発するでしょ。できないなら露出増やせなんて無理言うな。所詮ブライトンやし、せめてアーセナルレベルのクラブにいないと。よかったやん。ミルナーも褒めてくれて。大谷すげえな。笑い。テレビはオワコンって言ってるんだから別にいいだろ。テレビに憧れすぎだろ。ショーテレビを1日中チェックしてるってやばいな。他にやることいくらでもあるだろうに。ノーヒットでも大谷放送するのに日本メディアは気持ち悪いぐらい変更報道する。